染みついています。皆様こんにちは、ナビゲーターのミレイです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。西側なのか西側ではないのか、ずっと自問自答を続ける韓国さん。そろそろインドを渡してあげてほしいのですが。アイデンティティクライシスとは、1950年に心理学者エリクソンが提唱した概念で、簡単に言えば自己同一性の喪失となり、自分は何なのか、自分にはこの社会で生きていく能力があるのかという疑問にぶつかって、心理的な危機状況に陥ることを指す言葉です。一般的には、自己探求を続ける13歳から20歳の青年が、一過性の自己喪失状態に陥ることと定義されているのですが、考えてみればこれって自分探しの過程なのではないでしょうか。第二次世界大戦後に建国した韓国は、1987年に民主化、そして西側の枠組みの中で経済発展してきたくせに、2022年の現在でも自国は西側なのか西側ではないのかなど自問自答し続けています。大韓民国が樹立したのは1948年8月15日のことなので、すでに74年も経過したわけですが、まだ肝心の軸足が定まっていないことについて、当事者である隣国の政治家は、曖昧戦術は国益を追求するためだなんて開き直っていますよね。ただ韓国、朝鮮日報はなぜか、実はその考えこそが国益を損ねているのではないかと指摘し始めている様子です。一体どういう風の吹き回しなのでしょうか。こちらでは、このニュースの概要や考察、また韓国からの反応など、今日も楽しくお伝えしていきますね。8月21日付、朝鮮日報によると、先日、韓国がどうして西側国なのかという読者の質問を受け、この国のアイデンティティについて改めて考えることになった。現在、西側とは、地理的な概念ではない。西欧の価値観や利益を共有し、その体制に属するということを意味する。かつては共産主義諸国が、現在では権威主義の独裁諸国がその正反対に位置する。こうした点で韓国は確実に西側の国だ。だが韓国の国民はもちろん、政治家たちも韓国は西側の国だという命題の前に首をかしげている。果ては、こうしたアイデンティティを曖昧にすることが国益にかなうと考える人々もいる。アイデンティティ不足は未成熟な人間の特徴だ。韓国も今こそそうした段階から抜け出すべきではないだろうかと報じています。結構正論ぶっているように聞こえるのですが、確かにアイデンティティ不足は未成熟な人間の特徴だという一文はとても共感が持てました。さて今回ご紹介したコラムは日本語訳でこそ8月22日に配信されているのですが、朝鮮日報のハングル版ではすでにおよそ1週間前の16日に配信されている記事です。執筆者はパリ在住のヨーロッパ特派員によるものですが、読み物としてはうまくまとまった、とても面白いコラムに仕上がっている印象です。その中で筆者は、韓国は確実に西側の国、西側の枠組みの中で成長したなど、韓国がレッドチームではないことを主張しています。考えてみれば、もともと朝鮮日報は保守思想の新聞社であり、その論調は左派のハンギョレ新聞とは大きく異なっていますので、こういう記事は特に珍しいものではありません。ただ私がこのコラムの中でどうしても気になった点は、先ほど読み上げました引用記事には掲載されていないのですが、韓国は G8 候補にまで挙げられているという部分です。
これには首をかしげざるを得なかったのですが、これちょっと、いえかなり盛りすぎですよね。振り返ってみれば、G8 からロシアが除外されたのは2014年3月18日のクリミア併合のすぐ後ですが、ご存知これは対ロ制裁の一環です。そしてその代わりに GDP だけ見れば、現在世界第2位の中国が G8 に参加しているかというとそうではなく、そう考えると G7 に仲間入りすることは一体何を意味するのか、いくら韓国といえどもおぼろげながらでもわかるはずだと思います。そう、 G7 の国々は資本主義、自由民主主義、三権分立などの価値を重要視しているということです。その点から考えると韓国はどうでしょうか。三権分立の部分に注目すると、ムンジェイン前大統領に首にされた当時の検事総長だったユン・ソンニョル現大統領の一件や、大統領や国民感情に忖度したいわゆる慰安婦問題や応募校問題についての最高裁判所の判決など、挙げればキリがありません。未だに G7 に加わる時が来たなんていう夢なんかを見ているとすれば、そろそろきつい衝撃を加えて叩き起こした方がいいのかもしれませんね。まあ放っておくのが一番なのかもしれませんが。ところで韓国の外交姿勢は一般にコウモリ外交や風見鶏外交などと呼ばれます。韓国は戦略的曖昧性なるものを駆使することで、ムン政権時には米中両陣営からラブコールを受けていると勘違いをしてしまいました。しかしこのコラムでは、韓国の戦略的曖昧性を中国はよく理解し、うまく利用している。アイデンティティが固まっていないから、少し圧力をかければ、韓国はすぐに従属させられると、中国が考えている点を指摘しています。2021年11月2日付、同じ日報系である中央日報では、実は米中からラブコールを受けているのではなく、圧力を受けているのでは?と、戦略的曖昧性の行き詰まりに苦言を呈する記事を掲載していたのですが、それに加えて、韓国は国益ではなく、経済的利益を追求してきただけであり、このような外交姿勢は骨格の喪失につながると警鐘を鳴らしたことがありました。そもそも韓国に骨格があるのかどうかはさておいて、この記事では韓国の国益とは何か、どこへ向かうべきかを国民の間でしっかり固めるべきだとまとめています。特にムン政権により保守派と左派がより分断された感があるのですが、そのような韓国で果たして一つのアイデンティティを確立することは可能なのでしょうか。今回の朝鮮日報のコラム最後に登場するイソップ寓話の卑怯なコウモリ。この寓話は別名、鳥と獣とコウモリとも呼ばれており、以前こちらでもご紹介したお話だと思いますが、まずは簡単に朗読してみたいと思います。昔々、鳥と獣がどちらが強いかを争っていました。それを見ていたコウモリは、獣が有利になると、私は全身に毛が生えているから獣の仲間です。そして鳥が有利になると、私は羽があるから鳥の仲間ですと、両者の間をフラフラしていました。ほどなくして鳥と獣の争いは終わり、仲直りの宴会を開いているところにのこのこやってきたコウモリさん。当然誰からも歓迎されず、宴会から弾き出され、一人寂しく暗い洞窟で過ごすことになったとさ。と、ざっくりこのようなお話です。何かしらムン大統領をイメージしてしまったのですが、このお話にはどっちつかずな態度を取り続けると、どちらからも信用を失って嫌われるというとても重要な教訓が含まれています。そしてこのコラムの中では、韓国では
グレーゾーンで実利を得ようという浅はかな論理が賢明な知恵であるかのように受け入れられていると、コウモリ外交をポジティブに評価している韓国の国内世論は危険だと述べています。今回朝鮮日報の、しかもヨーロッパ特派員からこのような警鐘が鳴らされたということですが、一体どれだけの韓国国民がこの警鐘に気がついてくれるのでしょうか。長年続けてきた時代主義、これは自分の信念を持たず支配的な勢力や風潮に迎合して自己保身を図ろうとする態度、考え方を指す主義のことですが、その時代主義という韓国の外交方針、そう簡単に変わるとは思えないのですが、今回の朝鮮日報のコラムには当の韓国からも多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。韓国は無条件に西側諸国と同じ方向を見るべきです。ムン前大統領のように中国や北朝鮮と関係を深めると我が大韓民国が地球上から消えかねません。誤った教育の影響なのでしょうか。韓国人は自由民主主義の意味と自由はただではないという事実に対する認識がありません。それでいて民族という単語にかなり感傷的になってしまいます。朝鮮日報のヨーロッパ特派員は右に傾きすぎじゃないですか。我が国は確かに経済力はありますが、言われるように自主外交する能力がありません。イスラエルやシンガポールは広い意味での西側だけど、ロシアや中国との対峙の仕方は国益によって異なります。なので我が国もその例外ではないということです。今さら何を言っているのですか。我が国はずっとアメリカの植民地なんですよ。朝鮮日報のヨーロッパ特派員とやら、そんなにパリでの生活は楽しいですか。フランスにかぶれすぎだと思います。前政権は自由民主主義という韓国の根本を大きく揺るがす愚を犯しました。二度とそのようなことが起こらないように国民皆がしっかり目を光らさなければなりません。何より朝鮮日報が信頼のおけるメディアなのかという大前提があるのですが、李氏朝鮮時代の末期も国益を追求して右往左往していたような気がします。その結果どうなったかは言わなくてもわかりますよね。韓国をフォローするつもりはありませんが、2021年9月と2022年4月に笹川平和財団のホームページに掲載された日本が知らない米韓関係のファクトフルネス前後編というコラムがあります。その中で現実は我々が思う以上にアメリカは自国の国益のために韓国という存在を重んじて活用しようとしているのではないだろうかという疑問から、軍事分野での米韓関係の緊密さを紹介しています。ムン政権下の2020年の年明けからアメリカが韓国製装備品を購入、あるいは韓国の技術を活用して共同開発を行うといった新たな協力関係の構築に舵を切ったと見られると、米韓が新たな段階に一歩踏み出していたことを明らかにしています。コウモリの真似をする必要はありませんが、学ぶべき点があるなら私たちも学ぶべきだと思います。特にコラムの中のアメリカが最も重要視している同盟国は日本という固定観念を捨てるべきだという主張は、いろいろ考えさせられるところが多かったです。今はもうすでにアメリカにおんぶに抱っこではいられない状態になっているのです。韓国だけでなく日本も。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。たくさんのいいね評価やコメントはいつも私たちの励みになっています。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。